シリです。ピンク、ラテ、DB、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は、シリのルームツアーです。イエーイ。初のルームツアーということで、これから紹介していこうと思います。それでは、どうぞ。はい、じゃあ早速紹介していきます。まずは、こちらの机となります。はい、ここには鏡もあるんですけど、勉強机としても使えて、ドレッサーとしても使えるようにここに鏡を置いてます。で、このね、引き出し、こっちはね、ちょっと見せれないぐらい汚いんで、ちょっとこっちだけで見せます。こっちの引き出しはメモ帳とかシールとか筆箱とかいっぱい入ってて、ここにはそれの大好きなブラックピンクの推しグッズがいっぱい入ってます。ペンとか、あとは写真とかいっぱい入れてます。で、次はこちらの棚です。これはじゃあメイクがいっぱい入ってるとこになってます。ここにはカラコンとか入ってて、ここにはね、お気に入りのアイシャドウたちがいっぱい入ってます。で、ここはリップ類です。で、一番これがお気に入りなんですけど、まずもうこれだけでも可愛いんですけど、こうやって開くようになってて、じゃーん、すごい。もうね、めっちゃ可愛いんですよ。これが12個入ってます。はい、これ文字で可愛くてお気に入りです。はい、こんな感じですね。はい、次と、次が2段目は、くしとか髪の毛のやつとか、なんかハンドクリームとか、スースーする、なんか涼しくなるスプレーとか、なんかいっぱい入ってるんですけど、じゃん、これはアリアちゃんからもらったくしなんですけど、なんか大切なんで毎回これに入れて直してって使ってます。これ本当にお気に入りなんです。ありがとうございます。次いきます。はい、3段目は結構いろいろ入ってるんですけど、こっちはすごいカージョンのスマホケースと、エアポッツのやつとか、マスク、このマスク本当にお気に入りなんですよ。ダイソーで売ってるので、よかったら使ってみてください。ここがパックとか、なんか除菌シートとか、ヘアオイルみたいなとか、ここはね、美容系のやつが入ってます。こんな感じです。4段目は、いつも練習の時に使う線とか、学校で作ったあのラジオ、あとこれ携帯につないで YouTube とか流せるんで、すごい便利なんですけど、全然使ってないです。はい、あとはサンキューマートの扇風機、まだ1回も開けてないんですけど、めっちゃこれ4時間持つんですよ。すごいおすすめです。とか、あとはなんかフェイスシールドとか入ってます。はい、こんな感じです。で、次がこっちの棚になるんですけど、これはもうここはほぼ全部あの学校のやつとか、勉強のやつとかいっぱい入れてて、ノートとか教科書とかファイルとかいろいろ入ってます。ユニちゃんの筆箱も入ってます。ここが、よいしょ、本とか雑誌とか入ってるんですけど、すごいいっぱい入れてるからめっちゃ重いです。よいしょ。で、次、ここにはネックレスとかアクセサリーとかいろいろ入ってます。なんかいっぱい入れてるからちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、こんな感じです。で、ティッシュと、この時計、イキアのやつで、これにしたらアラームで、これタイマー、温度、時計、あ、なりましたね。これね、ここは、あ、ここにも、ヘアピンとか、クリップが、ここにはいっぱいピンが入ってますね。ラブとか、なんか、ビーズみたいな。パールですね。ビーズ。パールとか、あの、金のピン、なんかおしゃれなやつとか、いっぱい入
入ってます。はい、でこっちには指輪とか入ってますね。で次がじゃーん、すごい大きいチェストです。これは IKEA のチェストなんですけど、いっぱい入るからおすすめです。で本当はこっちにも棚があるんですけど、ここはなんか全然入らないので、こっちに大きいの置いてます。でちょっと一瞬だけですよ、服入ってるんですけどせーの、はい、1、2、3 はい、あんまりちょっとね汚いかな見せれないんですけど、ここには服がいっぱい入ってて、ここもね可愛く置いてます。このシェリーメイ、これ匂いのやつ置いてるんですけど、これはホワイトムスクです。こんな感じです。で次が、鏡、ここに置いてます。見えますか、鏡です。普通の鏡です。はい、こんな感じですね、全体的に見ると。こんなんかそうそう、これ修学旅行で沖縄行ったんですけど、風鈴作ったんですけど、これ本当は風が吹いたらほらーってこんな感じで音になるんですけど、ちょっとこれねセンス問われるんで、あんまちょっと気にしないでください。でここに時計もあります。ここに電気もあります。この電気めっちゃ可愛いけど、なんか反射して見えてない。はい、こんな感じです。こんな感じですね、じゃん。はい、こんな感じでした。はい、というわけでセリのルームツアーはこんな感じでした。いろいろ紹介したんですけど、どうでしたか。本当いつもよりちょっとだけ汚いんですけど、頑張って紹介できるぐらい綺麗にしたので、よかったら参考にしてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。